3, 2, 1 Talk to me. Okay. おはようございます。大阪に来てます。はい、大阪です。淀川沿いにあるあのちっちゃいホテル、すごいいいホテルに泊まらせてもらってます。屋上がねあって自由に出入りできるんですけど、そっから見る街の眺めもなんかあれだな、大阪で暮らしてるっていう感じになれるというか。大阪はね、何のために来たかというと、この間台湾にメンバーシップのみんなとオフ会やりに行ったっていう動画もう上がってるんですけど、その仲間が何ですかね、ちょっと仲良くなりすぎて台湾の反省会やろうっていうことで集まったんですよ。ついでにじゃないけど今日ね、また別に大阪に集まれる人たちでメンバーシップでオフ会やろうと。今日今これから撮影して、まあ、なんかあったら買い物しようかなと思ってたんだよ。昨日は全く買い物する気なかった。カメラも置いてったんだけど、あのちょっと今日撮影するつもりなかったんですけど、ちょっとねびっくりしちゃって。可愛いのがいっぱいあるのはまあそうだろうなと思うんですけど、お値段は超良心的な、はい、ありがとうございます。これ超かっこいいと思った、はい、サイズも全然いいサイズじゃないですか、はい、結構コンディションもすごく良くて、でかつ9800円と税です、はい、ボロが好きなんで、はい、コンディションが悪いやつほどテンションが上がるんですけど、はいはい、雰囲気はめちゃめちゃいいです。そうですよね。要は彫が入ってて、はい、ちょっとこうシャカシャカ系の生地、はいはい、そうですね、まあ、夏にすごい向いてる生地。そうですね、涼しそう、風通しすごいの素材で、いくらこれ9800円税ですよ。まあ、キーっていう古着屋でして、で、まあ、あの古着屋なんですけど、古着っていうジャンルにとらわれずに、新品のブランドさんであったりとか、あとは、まあ、アメリカから仕入れてきている、まあ、現行品の新品のお洋服とかも取り扱いをしてまして、だからこう古着単体でこうバッチリ決めるっていうのももちろんかっこいいんですけど、まあ、それとは別のやっぱりこう新品をミックスした提案であったりとかっていうのも、まあ、僕たちの目線でやってるっていう感じ。みんながわらわらとレジに並び始めてるんですけど、え、なんか何買ったの？あ、すいません、一回畳んだので。はい、これ古着の。はい、これも可愛いけど、こっちも可愛いと思ったんですよね。リミも可愛いし、うん、ここの前がすごい短くなってるのと、ボタンが2列になってるんですよ。あ、2列？そうか、ボタン2列あるから、そう、どっちに止めてもいいみたいな、いい感じなのと、左右非対称は、そうね、ひもひもになってる。これは、リメイクされてるブランドね、白のことユーストっていう。だから古着もありつつ、こういった、新品というか合わせてコーディネートをするといいよっていう。本当にちょっとじゃあもっとください。似合ってる。かっこいい、ね。いい。若返ったね。46。若返った。すごい似合ってる。うん。ベージュとの合わせがめちゃめちゃいい、ね、いい感じです。非常に似合ってますよ。これで買わないはないよ。大阪農林会館、なんかマルジェラが去年まで入ってたっていうのをネットで見ましたけど、マルジェラある時に来たかったな。おしゃれな人じゃないと入っちゃいけないとか。2人は入れるでしょうけど。来たことないんですか？ないの？階段どうやって見る？素敵すぎる。こんなもうあれだね、リノベーションしてとかじゃなくて昔のまんま保存されてるってことね。後でちょっと私のチャンネルちゃんとお知らせします、ね、あ、すいません。
対あんまり YouTube とか見ないもんです。見なくて大丈夫なんですけど。いやいやいや、見ないのに許可していただくなんて怖くないかな。じゃあ 3CMA って呼んでて、 3CMA、 はい、はい、何ですかそれ 3C。 僕が三島って言うんですよ。あ、それで、はい、あ、なるほど、三島。なるほどね。はい、この状態で今ちょっと長くしてるので長めがかけても来ていただけますし、肩掛けてもどちらでも。あ、いいですね。はい、なんちょっとありそうでない。そうですね、コーネリアンタウラスっていう。コーネリアンタウラス、はい、日本の元々、はい、海外のお店さんからスタートして。どうですか。かっこいい、かっこいい、ね、色も良くなる。うん、いい色。ちょ、緑が新色で、ね、黒が定番で、うん、ブラウンとかもあるんですけど、うん、その緑が新色で、こういうところにこうポケットがついてて、形が可愛いだけじゃなくて使いやすさも、うんうん、さぞお高いんですよ、ね、これ、ね、税込みで9万6800円。10万しないんだ。9万ちょっと、もうちょっとで10万。なんかギリ、まあ、そこは10万いかない。ベジタブルタンニングなんで、あの皮そのもののツヤ感っていうのも出るんですけど、やっぱり使っていくと、あの、まあ、人間の手の油だったりとか、そういうのも自然にご天然で出てきます。今考えてはこれを買ってどのぐらい使うだろう。まあ旅行の時にさ、こうやったらから引いて、あともう1個入ってる、うんうん、まあ、持ってるよ、いろいろ持ってるさ、うん、けどそれの決定版って感じがする、うんうん、いい色です。その色がね、渋い。もうすでにこう自立するでしょ。普通なかなか、あの、何も中に入ってないと倒れがちだけど、ここに柱が入ってるんですよね。この柱が、うんうん、柱兼ハンドルが入っているので、これはちょっと勝手につけてるんですけど、はい、かわいいね。3日先ぐらい見たね、今。いただきます。ありがとうございます。それめっちゃいいですよ、ねね、えー、これショッピングバッグなの。うちのじゃなくて、あのコーネリアン、ブランドさんが、ね、でもね、あの欲しいって言ってくれる方いらっしゃいます。あ、で買わない。そうです、そうです、はい、このブランドの買うとこのカバンがついてくる。ちょっと、あの、買いすぎかなと思って反省してたら、今なんかいいことをしちゃったんですけど。衝動買いがどうしましたっけ。衝動買いっていうのが、なんか一番その思いもよらぬ買い物なんで、なんかこう考えて考えて探して買うものよりかは、こう自分のこう心にすごい刺さったものなので、なるほど、逆にこう長いく飽きずに愛用してもらえる。なるほど、そうか。ちょうど初期衝動って大事ですもんね、何でもね。そう、グッときた気持ち逃がすなよって。そうですね、はい、なんかね、その値段ってこうどんどん時間が経つにつれて僕高くなると思っちゃってて、うん、でどんなに高いものでも一番初めて見た時がこう旬だし、うんうん、なんか安い時期だと思うんで、なんか本当に、まあ、服もそうですけど欲しいと思った時が一番旬なのかなとは思います。はい、というわけで、なんかビルに入る時とだいぶ様子が変わった気がする。なんか違いますよね。まず帽子がジャックマン。ジャックマンっていう福井県で、もともとは野球のユニフォームみたいなのを作られてたところが、まあ、すごい歴史のあるところがやってるブランドの。ちなみに、あの、この方がかけてるこのメガネは、このメガネは私が昨日お買い物をしたとこで密かに気がついたら買っていた、サバエのね、うん、メガネといえばサバエ。あ、やば、ほら。姉妹コーデね、姉妹コーデということで、あれ、この2人誰かまだ説明してなかったんですけど、私のメンバーシップに入られている大阪のギャルって言ったら昨日怒られたから、この後オフ会にね、みんなで行くっていうことなんですけど、
こんな機会ないからファッションチェック。一番は楽なものが、うん、最近はもうコンセプトはそうだね。コンセプトはちょっとそうそう、ね、ちなみにまあマダム的な、はい、あコンセプトはフランスマダム、はい、フランスマダムで靴がニューバランス。あ、はい、えスカートこれ可愛いと思った。可愛いですよね、うん、どこの。これはね、エディションで買ったの。エディションで買った、はい、エディションのやつオリジナルかな。オリジナルじゃなかったはず。どこかじゃエディションで買ったどっかのブランドの、うん、はい、でトップスが、あこれはねザラです。あザラだ、はい、ザラだな、可愛いな。でこのカバンが、はい、ね素敵なね、サンフランシスコの、スーパーマーケットのショッピングバッグを、うん、サンフランシスコ在住のメンバーシップの人がくれた、うん、素晴らしい、優しいメンバーシップの人しかいない。あこのカバンもそうだ。そうです、これも一緒です、うん、これももらったのね。そう、サンフランシスコ、これでいただいたんです。すごい可愛い。コンセプトは私、もうじゃあ私で、コンセプトは私、ザ私っていうことで、ザ私 私で、はい、今日はどんな、あのこのなんかえこれ、あ靴は、これはあれですか、あのドクターマーチン。あそうです、マーチンです。マーチンで、えスカートユニクロです。あえユニクロなのこれユニクロです。え今も売ってるこれ。これないです。あ前の昔のユニクロ。でもこの T シャツもユニクロで、これはちょっとセレクトショップで買ったので、買ったけどブランドはよくわからない、はい、服が可愛ければそれでいいじゃんっていう、そうね、そうブランドを着てるんじゃないぞっていうことで、はいはい、そんな3人でお届けしていっぱい撮影しようと思ったけど、このビルでもう大抵時間使っちゃったんで。私無事大阪に入りましたので明日よろしくお願いしますっていうご挨拶と、あとはまあちょっと大阪について、10年ぶりに来たんですけどちょっと来れなかったのね。直美ちゃんの治療中の時にかなり大事な局面で大阪に滞在して、そこで結構、まあ、いろんなことがあったというか、そっから治療がいろいろ方向性がぐんと変わったっていうことがあって、それでやっぱりちょっと来れなくって、でなんか楽しい思い出で大阪っていうのを上書きしようかなって思って、だからそういうきっかけはやっぱり YouTube をやったから、 YouTube やらなかったら一生も大阪に来れなかったと思うので